お帰りモネは、二千二十一年度前期放送の NHK 連続テレビ小説第百四作として、五月十七日から放送中の日本のテレビドラマ、宮城、気仙沼湾,湾沖の島に生まれ育ち、とめで青春を過ごしたヒロインが、天気予報を通じて、人々の役に立ちたいと、気象予報士を目指して上京し、やがて故郷の島へ戻り予報士としての能力を活かして、 地域に貢献する姿を描く。足立直子作、清原か也主演。2020年5月27日に NHK より2021年度前期の連続テレビ小説の制作が発表。東日本大震災から10年の節目に当たる年に NHK 東日本大震災プロジェクトの一環として東北の現在と未来に焦点を当てた物語を制作する。 作品の舞台は宮城県気仙沼市と富市で宮城県が連続テレビ小説の主な舞台となるのは真横一人、羽根区、天下に続き17年ぶり4度目となる。同じく東日本大震災の被災、復興を主な題材にしたまちゃん以来8年ぶりとなる平成生まれの人物を主人公とした作品でありを題材としていたが主人公は前者は 昭和50年代、後者は昭和40年代生まれだった、令和以降の年代が初めて描かれる。脚本は、足立直子が務め、オリジナル作品となる。現代を舞台に、気象予報士を目指すヒロインを、清原か也が演じる。ヒロインが、気象予報士を目指す作品は、満点の前半部以来となる。2019年度前期放送の、夏空などでの講演により、 次の朝ドラヒロインにと期待の声も高く、抜群の演技力と将来性に加え、凛とした佇まいと思いの強さを感じさせる、まっすぐな眼差しが作品を通じて伝えたいメッセージを託すのに最もふさわしいとして、ヒロインオーディションを開催することなく、キャスティングにより起用が決定した。2018年度後期放送の、満腹の安藤桜以降、本作で6作連続でのキャスティングによる、 主演起用となる。広いイ以外のキャストは、第1弾の気仙沼の家族編が2020年9月11日に、第2弾の百音が止めで出会う人々編が同年9月14日に、第3弾の百音の同級生たち編が同年9月28日に発表された。また、高杉誠中が主要人物で出演することが決まっていたが、 高杉の方から自主的に交番を申し出たことが11月に明らかになった。9月28日、止めでクランクイン。11月中旬頃まで止めと気仙沼で撮影が行われ、11月下旬から東京、渋谷の放送センターでのスタジオ収録に入った。11月6日、番組のタイトルロゴが発表された。2021年2月10日、 放送開始日が5月17日に決まったことが発表された。2021年3月1日、主題歌がバンプ・オブ・チキンの新曲7色に決定したことが発表された。2021年4月23日、土曜日放送の朝ドラ1週間お帰りもね大霊週の担当 MC をサンドウィッチマンが務めることが発表された。本作は ヒロインの幼少期のシーンは制作されておらず、第1話より、清原が18歳の役を演じている。ロケ地ギャラリー、宮城県気仙沼市、亀島の港町で育った長浦モネは、高校卒業後は島を出たい一心で、登米市の山林地域である米朝町に移り住み、森林組合に就職する。2014年5月、18歳のモネは、夢や目標がない自身に悩む。 ある日、下宿先の家主、新田さやかに幸運を教えられて魅了され、気象予報士の浅岡里氏と出会い天気を予測し、的中させる様子に驚愕する。モネは、森林組合に正式採用されるが、父、孔子が心配のあまりモネを実家に連れ戻そうと止めを、訪れる。しかし、モネの自分で進路を見つけたい思いを聞き孔子は、亀島に帰っていく。同時期モネは、 林間学校でやってきていた小学生の一人、福本圭介と山中で突然の雷雨に見舞われ遭難するも、朝岡と診療所の医師、菅波高太郎の電話での指示に従い無事救助される。圭介の父から感謝されたモネだが、菅波からは職員としての意識の低さを叱責される。一方で朝岡から海を知り、山を知ろうとしているなら、 空のことも知るべきと勧められたモネは、書店で、気象予報士試験の参考書を立ち読みし、合格率わずか5%の難関試験であることを、知って驚きながらも、気象予報士は命を守る仕事ですとの文言に、興味を抱き購入する。参考書の難しさに面食らうモネだったが、気になった天気を、携帯電話で撮影しては名前を調べ勉強する。 やがて8月になり帰省したモネだったが3年前の震災での暗い記憶がよみがえり表情が陰る。しかし家族や幼なじみとの日々を過ごす中で漁師となった幼なじみの追い川漁や夏季の地場採病に取り組む妹の道祖父の竜己との会話から漁業と天気の予測が密接に関わっていること止めの山を豊かにすることが 気仙沼の漁業にもつながっていることを知る。そして、朝岡の勧めを思い出し、気象を学ぶことで人の役に立てる道があるという希望を胸に、亀島を後にする。とめに戻ったモネはさやかに、紅葉樹の商品開発を命じられ、地元小学校の学童机の製作を思いつく。コストと納期の問題で計画はとんざしそうになるが、 気象の勉強や職人との会話からヒントを得たモネの再提案をきっかけに問題は解決し納品までたどり着く。同じ頃、菅波のアドバイスで天気の仕組みの絵本を読んでも疑問だらけだったモネは彼に気象の原理から教えてもらうようになり2015年1月初めて気象予報士試験を受験する。一方、診療所には留めでジャズ喫茶を営み、 モネの両親とも親交がある田中智久がステージ4の肺がんの診断書を持って訪ねてきていた。最初は通院していたものの次第に体調が悪化して通院が難しくなる。菅波の指導医中村信弘が訪問診療を始めたが、菅波は回復が絶望的な状況で患者と深く関わることを恐れ訪問診療を拒む。モネから 余命のあり方に迷っている田中の心境を聞いた、菅波は田中を訪ね、迷う時間を作るための積極治療を提案して、同意を得るが、中村には田中さんが積極治療を開始したなら、協力すると発言した現地を取られており、中村と共に訪問診療を始めることになる。2015年3月、モネが初めて受験した気象予報士試験の不合格通知が届く。 直後、モネは、森林組合の仕事が忙しくなり、さらに、さやかの怪我を機に運転免許を取得するなど充実した毎日が続き、気象予報士資格の勉強が後回しになっていく。そんな中、浅岡が部下を連れ森林組合を訪れ、彼らのフィールドワークに協力したモネは、気象予報士の仕事への興味が蘇る。しかし2015年10月、二度目に受験した。 気象予報士試験の結果も不合格と判明。さやかや職場からは、止めの森林を守る後継者として期待され、震度に悩むモネであったが、菅波に相談する中で、自身の気持ちを確認し、気象予報士を目指す意思を固める。ウェザーエキスパーツの人々テレビ局の人々その他の、東京の人々ゲスト第一集。 第2週、第3週、第4週、第5週本編を放送する月から金曜日のエンディングはあなたの身近な観点望記と題して視聴者から気象現象にまつわるエピソードにことわざあるいは写真を添えて募集したコーナーを送る。ありがとうございます。